AZ-GTI を赤道儀モードにしてカウンターウェイトを取り付けます。ロングナットを旋盤で一部カットしたのは垂直クランピングレバーに干渉するためです。 M10 の長ネジとロングナットは近所のホームセンターで購入しました。この後旋盤でアルミのパイプを加工してネジのカバーを作ります。この旋盤は楽天の秘密基地さんで数年前に購入しました。高橋 P2 赤道儀のカウンターウェイトの穴径が大きいので固定がいまいちです。ビニールホースがあったのでスペーサーとして取り付けます。P2 赤道儀のカウンターウェイトは AZ-GTI の M10 のネジのピッチが異なり使用できませんでした。収納はいまいちですが固定はできるようになりました。今回自宅にあるもので組み合わせて作りました。興味のある方は参考にしてくださいね。 AZ-GTI の赤道儀モードのアップデートは有線接続で行いました。 USB、TTL、シリアルアダプターを接続して新スキャンのシリアルポート設定に変更しました。モジュラーケーブルの配線をこのようにつなぎました。3本の線をコネクターにつなぎます。モジュラーケーブルの配線は家に余っていたものを利用しました。 Wi-Fi でアップデートをする場合、アップデート中に Wi-Fi が切れると取り返しがつかなくなるそうです。ファームウェアローダーをダウンロードします。赤道儀モードに変更するために使用します。赤道儀モードのファームウェアをダウンロードします。 AZ-GTI のハンドコントロール端子にUSB 接続をして電源をオンにします。ファームウェアローダーを起動して赤道儀モードのファームウェアを選択してブラウズボタンを押します。接続が確認できたらアップデートボタンを押してしばらく待ちます。アップデートが完了したら AZ-GTI の電源をオフにします。AZ-GTI をオンにして MC バージョンボタンを押すと下の表示のバージョンが確認できます。新スキャン APP を起動すると赤道儀モードの表示になります。 AZ-GTI の赤道儀化アップデートが完了しました。ロングナットを加工したところがクランプレバーに干渉しなくなっています。赤道儀化マウントは自由運台を使用しました。あらかじめ角度調整をしました。
カウンターウェイトの重さで結構負荷がかかります。なのであまり重い望遠鏡は載せられないようです。スターアドベンチャー GTI は最近発売されたポータブル赤道機です。撮影を楽しむならこちらの方が良いのですが、日本での発売はまだのようです。高橋 FC60 鏡頭に SV ボニーのガイド鏡を取り付けて天体撮影をします。カメラは SV ボニー SV405cc、 オートガイダーはプレイヤー1ケレス C です。撮影ソフトはシャープキャップ、オートガイドソフトは PHD2 です。AZ-GTI の赤道儀モードで長時間で撮影が可能となりました。これからも気軽に電子感棒に浸りながら夜更かしを楽しみたいと思います。